おはようございます。はい、ということで、これは決してモーニングルーティーンではございません。卒業曲は決め決めで撮りたくないですって、ナチュラルな感じがいいですって言ったら、なんか、じゃあ自分で映像撮ってきてみたいな感じに言われて、はい、今ここです。はい、寝起きです。寝起きでも可愛い。はい。ああ、寝顔もね、可愛くて。すいません。なんかデブってよく言われるんですよ。とりあえずよくデブって言われてるんで、あんまり朝ごはんは、シリアルで、まあまあまあ。これ美味しいんですよ、これ。このシリアル愛用してます。私が映しちゃいけないのは、シリアルナンバーだって。このシリアルは映していいやつですよね。シリアルナンバーを映したらダメで、シリアルはいいんです。シリアルナンバー。じゃーん。目、完成しました。完璧、バッチリ。あ、あれ、やばい、今日。負け卸しだ。首ありますか？首ある？首あるね。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はちょっと、着いたらカメラがあって安心しました。新幹線も一人で普通席乗って、グリーンじゃないです、普通席に乗って、普通にここまで来て、ここから劇場まで行きます。そこにずっと通い続けてるのがね、今日でなくなるなんて、全然ちょっとなんか不思議な気分です。なんか頭では分かってます。ああ、今日最後なのかなーって分かってるんですけど、でも、まあ、実感湧いたかって言われたら湧いてないですね。多分ファンのみんながね、待ってるので向かいたいと思います。あ、じゃあ今日ちょっと時間があるんで、歩いていきますね。どこかでこ
ンの皆様にご挨拶があると言って駆けつけてくれました。どうぞー。イエーイ。48の新たな仲間になる大場美奈ちゃんが駆けつけてくれました。ではご挨拶お願いします。 AKB48 梅田チーム B、 そして SKE48 チーム K2 を兼任する。チーム K2 を兼任させていただくことになりました。大場美奈です。それでは次の曲です。生まれ変わっても。違うよ。何そんな曲ないよ。どうした？どうした？ないってどういうこと？いや、ないよ。知らない、知らない。ないの？知らないよ。スケイにないよ。ないよね。じゃあ、ないんだね。